ハスの花卓トライポフォビアは小さな穴や反転などの集合体に対する恐怖症のことでギリシャ語のトリポギリシャ語のフォビアを掛け合わせた造語として2005年に命名された用語。日本語では集合体恐怖症と通称されることもある。なお、症状などは個人差がある。2013年5月出版の精神障害の診断と統計マニュアル第5版において 認知されてはいない。集合体を見て嫌な気分になっても気になって見てしまうことも集合体恐怖症という人もいるがそれは集合体恐怖症とは言えない。トライポフォビアは患者の自己報告だけではなく皮膚電位や宿道といった整理指標によっても診断されている。実際に数千人規模の人がハチの巣などのハニカム構造の穴やアリノス、レンの実といった 小さな穴の集合体に対して恐怖、嫌悪感を抱くことを訴えているという。コール・トウィルキンズの報告では、成人の約16%にトライポフォビアが認められるといい、中には日常生活を営むことが困難になるほど重症化する人もいる。この恐怖症に関する研究は2013年頃から本格化し、 主な研究者としては、アーノルド・ウィルキンズとジェフ・コールが挙げられる。当初は、氷門ダコのような危険生物を回避するための、初期資格情報を利用した強い感情反応と、推測された。しかし、トライポフォビアを喚起する刺激は個人によって、感じ方が大きく異なることから、コールとウィルキンズは2015年にトライポフォビアの、個人差を測るトリップフォービアクエスチョネアを開発し、 個人レベルでの分析が可能となった。TQ を使用した研究により、トライポフォビアは危険生物の他にも皮膚病の感染源を回避しようとする原初的なメカニズムが関与していることが解明されている。日本では TQ をもとに日本語版の TQJ が作成され、研究が進められている。2019年9月発表の iPhone11 プロシリーズのいわゆる タピオカメラで発症した例があると報道された。乃木坂46高山和美、集合大恐怖症、告白、皮むき頑張ったと果物をかじる姿が、話題に。エンカウント、2021年9月29日閲覧。ありがとうございます。